ストレートエニアグラム二等兵の友人はです。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、仮面巨人さん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。前に撮った、タイプの5人はリソさんに聞けっていうタイトルで、要はそのエニアリソさん、こちら性格タイプの分析の中で書かれた、リソさんの、ドン・リチャード・リソさんの、通常の健全度の時の説明が、もう悪口にしか聞こえない悪口にしか聞こえないですよっていう、だからこれが刺さるところがあなたのタイプではっていうのを挙げた時に、その仮面巨人さんはその3の短所を見た時に自分は刺さった、ただプロの判定で5って言われたよってなってたので、じゃあ本当にそうかっていう意味も込めて、一回このまあこれまでにあのタイプ9タイプ6と詳細分析をやったので、今回はタイプ3の根源の3タイプですね、9、6ときたので3の9、6もみんな分かるって感じでしたもんねなんで今回はタイプ3の詳細分析をしたいと思います。あの超人気のタイプ、私もなったことあるんですよ、自己診断で。3人なわけあるかいとか思いながらやっぱりかっこいいんですよね、まあ、言われてることがかっこいい、はい、ただ本当にご自身がタイプ3の場合は、仮面巨人さんもおっしゃる通り、長所もそんなに長所と思わずに、通常の健全度が刺さる、刺さる、刺さるというか自分の欠点を指摘、欠点をかなり指摘される部分だと思います、はいはい、ドン・リチャード・リストさんありがとうございます、いつも、はい、あなたの知恵に触れて、あの我々生きてますと動機づける人、自信家で野心に満ち自己陶酔型で精神病室の人物とあります、これは3の人の説明、3の人の、まあ、キャッチコピーみたいな、はいはいはい、健全な状態、健全なタイプ3は自信にあふれ自分を好ましいと感じ強い自尊心を抱き自分自身と自分の価値を信じている、柔軟で精力的でしばしば愛嬌があり魅力的で人に好かれる、自分自身を磨き自分を最高の存在にしようとする野心に燃えている、往々にして何らかの点で傑出し真に称賛に値し人間の理想像で優れた資質を広く体現している、他人は彼らのようになりたい、彼らの成し遂げたことを真似したいと願う、優れた意思伝達者、動機づける人、推進者であり物事を受け入れやすく注目せずにはいられないやり方で提示する方法を知っている、とあります。なんで、まあ、ここにも書かれている通り、やっぱり彼らの成し遂げたことを真似したいとか、彼らのようになりたいとみんな思ってるから、多分思ってます、多くの人が自分のことをタイプ3だと思う、タイプ3だと思うか、タイプ3のようになりたい、なりたい、はい、し私も自己診断でタイプ3になったのはおそらくこういう理由だと思います。旧、の僕からすると、ああいう風になれない、なりたい、けどなかなかなれないっていう悩みがあったりしますけどね。ああ、なるほど。最高の状態、タイプ3の最高の状態、自分を受け入れ自立的で純粋で信頼できる完璧な人物に見える、自己の限界を受け入れ自己の範囲内で自分自身の中心の中で生きる、多分これは自己の範囲内でっていうのがポイントなんでしょうね、多分その普通常のというかタイプ3の人って大きなことを言って自分を大きく見せようっていう特徴があるから、多分自己の中からはみ出てるんだと思うんですよね、なんで自己の範囲内で十分ですよっていうことなんですよね、それができてるのが最高の状態ですよっていう、し本当にそれが信頼できる魅力的な人なんでしょうね、で通常の状態、来ました、ここです、通常の状態、ここを聞いて痛いと思うかですね、多分我々は笑っちゃうと思うんですけど、そうなんだみたいなそうだよねって、通常のタイプ3、他人より抜きんでようという
競争意識が頭をもたげ始める、うんうん、成功や地位や威信を求めて他人と競う、うん、特権と出世を追い求める立身出世主義者で、うん、勝利者となることを重要視する、うん、実際的で目的思考で有能であるが、うん、冷静で洗練された外面の下には計算高く非情でもある、うん、イメージにこだわり自分が他人にどう見られているかをひどく気にする、うん、信用されることやいいイメージを与えることや正しいことを言うこと、うん、報いられようと期待して外面を装うことなどに関心を払う、うん、変わり身が早く仲間言葉に頼り実質よりもスタイルを前面に押し出す、うん、約束、親密さ、不誠実さ、ごまかしに関わる問題が出てくる、うん、他人に自分の完全な優越性を印象付けようとして常に自分を売り込み自分を実際よりもよく見せようとする、うん、ナルシスティックで見栄を張り自分は特別だと感じ思い上がった自尊心に満ち、うん、自分自身とその潜在能力に関して大げさな期待を抱いている他人に対する敵意と蔑みが表面化するにつれまるで私を見てと言っているかのように傲慢で自己顕示的になる、うん、どうでしょうか、うん、刺さらないですよね全然刺さらない自分そんなとこ全然ないなないなってはい。し、僕が3だと思ってたとしても、うん、これを読んでも、うん、あ、僕にはそういうとこがあるのね気をつけようぐらいでさらって流しちゃう、うんうん流しちゃえるそう多分自分のなんていうんですか普段思ってない部分じゃないですか、うん、ないだから自分が3だと誤認したとしても、うんはい、あこんなとこあるのかもなみたいな気をつけようでそう流せるが、うん、ご自身が3だと、うん、痛い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 ってそうなんだよなみたいな、はい、ついつい見え張っちゃうんだよなみたいな、はい、しあの周りのタイプは、うん明らかにタイプ3だよねって思う人のことをこうやって見ていますっていう、そうそうそう、はい、ちょっとうさんくさい、うさんくさい、ああはいはい出た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 、また大きく見せて出た出たっていう部分ですねこれが、そうそうそう、だから嫌いみたいな、そう、もう聞きたくないっていう部分ですね、うん、ちょっとホラフティな感じがあるじゃないですか、うん、自分を大きく見せようとしてるんで。もうその自慢いい、そうそう、もう自慢話ばっかりみたいなことを周りの人が思ってたりするっていう、はい、でこれが通常の状態です、通常の、はい、不健全な状態、うん、不健全なタイプ3は失敗と屈辱を恐れて搾取的でご都合主義になり自分のことばかり考え第一人者にとどまるために他人を利用しようとする、うん、薄っぺらで不道徳で病的な嘘つきでつけ込めると見ればどんなにでも他人につけ込む、うん、全く信用できず悪意で人々を妨害し欺き友人や同僚を裏切りそれによって得られる勝利感のために信望や関係をめちゃめちゃにする、うん、無意識のうちに他人に対して妄想的な嫉妬心を抱くようになる自分のイメージを守りごまかしが露見しないようにするため横島で二枚舌になるついには執念深く悪魔のように残忍になり他人を破滅させようとする暴力的精神病的傾向が出る拷問や手足の切断や殺人に行き着くことすらあるとありますちょっとあのアメリカの方が作者なのでちょっと今のアメリカドラマをアメリカドラマ見てるような感じでしたけど、まあ、でも犯罪を犯すレベルに落ちた人は多分こういうこうなるっていうことですね、うんうんで、分裂の方向不健全なタイプ3は極めて悪意に満ち非道を傷つけることに夢中で敵対心に駆られているのでたやすく他人に襲いかかる、うん、ふと自分が行き過ぎていることに気づくが不安になったり罪の意識を感じたりする代わりに感情を完全に消してしまう、うん、分裂の道をたどるタイプ3はタイプ9に動くと敵対感情を切り離しその結果何も感じなくなる自分がしたどんなことに対してもやましさや不安を感じる代わりに頭が真っ白になって自分をなくし緊張状態になるこれらは彼らの内面に
空虚さがあらわになったものであるとあります、うん、で統合の方向、健全なタイプ3がタイプ6に行くと他人と関わりを持つようになり、そうすることによって自分自身の中にさらに多くの確固たる価値を見つける。他人に対する愛が逆説的なことであるが、彼ら自身の内部に一層の価値を作り出す。統合に向かうタイプ3は相互の関係を維持することにより現実的、もっと誠実で人間とした成長した状態になり始める。もはや競い合おうとするよりは協力的になって偽りの優越感を持たず、人と対等になり、人を食い物にしようとせず、他人とその幸福に献身するとあります。なんでその自分の成功よりも人からどう見られているかよりも、この人自身でいい、この人自身でいいっていうのと、まあ、周りの人を幸せにしながら成功していくって感じじゃないですかね。はいはい、うん、通常の3だと他人を蹴落としてでも自分が成功しようとする、はい、っていう、まあ、感覚を持ってる、はい、からこう競争心が強くて、まあ、人の足を引っ張ったりとか、はい、自分が成功するためにはこう誰かを陥れたりとか、はい、搾取したりっていうのも結構平気できちゃう、はい、けど、まあ、本当に成功しようと思うと6のようにこう周りの人と一緒に成功していくみたいな感じなんですかね、まあ、どっちが大きいことをできるかって話ですよね。あ、そうそうそう、一人で突き進むのか、うんうん、みんなを巻き込んで進んでいくのか、みんなを幸せにしながらっていうのが、うん、どっちが大きいことができるかって考えるといいかもしれないですね。で、幼児期の原点としては母親、うん、もしくは母親的人物と肯定的に結びついている、うん、本質的な要素はタイプ3は子どもの頃に高い自尊心を持ち、他人から注目され称賛を得るのが当然だと思い込むように教え込まれた、うん、それは幼児期の人格形成において母親から注目と称賛を浴びせられたからであると書いてあります、うん、根源的な恐れは拒絶されること、うん、根源的な欲求は受け入れられること、うん、二次的動機づけとしてタイプ3は自分を向上させたがり、他人を追い抜きたがり、傑出したがり、注目を集めたがり、称賛を集めたがり、他人に強い印象を与えたがり、頂点にとどまるために必要なことは何でもやりたがり、ね、自分が優先に立てないときは他人を破滅させたがるとあります。で、健全な自己感覚としては、私は好ましく称賛すべき人物である。みんな思ってます。そんなことをせずとも、むしろしない方がですよね。しない方が、そう、何もしない方が多分みんなはすごいと思っている、うんうんうん、はい、何もしなくていいってことですよね。そうそう、こう他人を蹴落としたりしだすと、まあ、逆に離れていくって話ですね。隠された不満、うん、私は人より優れているから、うん、他人は私に嫉妬している、うんうん、っていう、はい、うん、で防衛規制としては抑圧投影置き換えとあります。固有の誘惑、他人と競争すること、うん、通常のタイプ3は高い自尊心と優越感を持ち続けるために、うん、何らかの点で他人より抜きんでようとする、うん、他人と競い始め他人を見下し、表立った競争でも影の競争でも他人を打ち負かして自分ので全体的な優越性を証明しようとする、うん、とあります。で、固有の短所、自己開発に対する怠惰。ほう、なるほど。通常のタイプ3は本当の自己でなく自分のイメージと外側の包装、包装っていうのは、うん、包装紙の包装ですね、うん、包み込んでるものの完璧さを高めようとする、うん、しかし実際には見た目ほど完璧ではない、うん、真実の自己や才能ではなく単に成功して欲しいものを獲得させてくれるものを発達させてくれるからに過ぎないからである。他の著者たちはタイプ3の短所として欺瞞を挙げているが、これは正しいが真の自己開発に怠惰だということがタイプ3の人を欺く性格の根底にある。そのため、まあ、この本書では、怠惰っていうのを挙げた。なんでリソさんはいろんな本ではタイプ3は欺瞞って上がってるけども、タイプ3はその本当の自分、自己成長ですよね。本当の自己成長を
やっていないっていう怠惰だよって書いてあります、うんうん、この、まあ、僕たちの師匠岸さんも、はい、タイプ3の人は手っ取り早い成功方法とかを知りたがる、知りたがってそれを手に入れたがるから合理的に教えてくれると。で、あの本当の自分はそんなに成功してないみたいな、成長してない、あ、なるほど、こう表面的なこうテクニックとかだけをこうバッと手に入れて、それでこう表面的に成功したりはするけどみたいな、放送紙はピカピカ、そうそう、放送紙はピカピカみたいなとして挙げられています、うん、ただ、固有の長所、正しい自己愛とあります、うんうん、自分自身を正しく愛していれば、うん、健全なタイプ3は誰とも競い合ったり、うん、自分の限界を行き過ぎたりもせずに、うん、自分自身を最大限に生かすために時間と労力を投入する、うん、彼らの正しい自己愛はうぬぼれて思い上がった自己像ではなく、謙虚さと自分の能力に対する真の評価に基づいている。正しい自己愛はタイプ3が他人を心から愛し、それによって統合の方向に向かうように導くと書いてあります、うん、なんで、まあ、自分が好き、正しく自分が好きであるタイプ3は OK と書いてあります、うんうん、取り柄、ナルシシズムと傲慢さが高まっていっても、通常のタイプ3の他人に受け入れられたいっていう欲求は、さらに堕落して人を利用したり、人に敵意を持って行動したりするようになるのを防ぐことができる。他人に受け入れられたいという健全な欲求は、バランスの取れたより健全な行動へ戻るのを助けてくれる。やっぱりこの、うん、ハートセンター、うんうん、人からどう思われるか、うん、っていう、うん、中でもこのタイプ3っていうのは、そのどんなにうーって落ちた時でも人から愛されたい、人に認められたいと思っているので、そこまでその変なことはしないのかなってちょっと思いました。その人からよく見られたいっていう欲求が強い、よく見られたいというか、まあできる人に見られたいっていう、はい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 、でそのためにはできなくてもこう包装紙をピカピカにしてできるように見せたりとか、はい、っていうところですよね。まあ、それが悪い面でもあり、うん、いい面としてはやっぱりその常にちゃんとしている人に見える、うんうん、どんな時でも堕落してても表面だけはピカピカに見えるみたいな、はいはい、それはもちろんいいところでもあります、うん、はい、構造様式、うん、基調となるのは可変性である、うん、タイプ3は人に合わせ他人の期待に応え、自分に返ってくるフィードバックに合わせることでアイデンティティを作り上げ、他人と関わり合う、極めて機能的で独立した上辺の下で、通常から不健全なまでのタイプ3は密かに他人の承認に依存しており、できる限り注目と存在確認を自分に集めるためにカメレオンのように変身する。したがって通常のタイプ3の内面の様式は社会的相互作用と適応性への優れた能力に覆い隠された感情の欠如ということになる、うん、外交面では彼らの人に対する印象は誰と付き合っているかによって、うん、そして彼らにどんな社会的期待が寄せられているかによって常に変化する、うん、あとタイプ3は付き合う人を変えることで、うんうん、いろんなところに行きそうですね。そう、求められるっていうか、はい、人からどう見られるかにを気にするわけじゃないですか、はい、だからそこに合わせていくってことですよね、はい、だからこう付き合う人によってで、うん、合わせるもっと上に行きたいっていう人なんだろうなって思ったんですよね。まあ、なんとこう賞賛を得たいわけじゃないですか。そこで賞賛を得たい、賞賛を得たい、はい、だからこうなんだろう、成功、一言で成功って言ってもいろいろあるわけじゃないですか、はいはい、こう多くの人が、多くの部下がいるようなっていうのを成功だっていう組織とか周りの人の価値観がそういうところに行けば、多くの人をこうまとめるような方に行くし、いやお金だみたいなっていうところの集団とかにいたりすると、もうお金を誰よりも、誰よりも稼ぐって、稼ぐみたいな、稼いで賞賛を得ようみたいな。で、まあ、必然的結果として挙げられているのは、自我の膨張による避けがたい結果として、タイプ3、受け入れられたいという欲求を失い、決まって拒絶されるという、根源的欲求を招いてしまう、要は受け入れられたいと思ってわーってやると、結局は最終的には、さっき私がそのうさんくさいってやったみたいに拒絶されてしまう、だから自慢話みたいになっちゃうって話ですよ、はい、きっと。でこれはまあ招いてしまうよと、で
彼らがタイプ3の人が承認を求めても、うん、それは彼らの優越性を誇示することにはならず、うん、拒絶を招くだけで終わってしまうよと、うん、なぜなら彼らが見た目通りの人間ではないからである、うん、他人を欺く行為をすれば自分がそうありたいと願っている模範的人物ではなく、うん、実際の姿、つまり不正直で空っぽの人間に見えてしまうからであると、うんうん、なのでタイプ3が覚えておくべき一番重要なことは、もし他人の称賛を得たいと思うなら真に称賛に値することを成し遂げなければならない、達成する価値のある目標に向けて努力し、ありたいと望む姿にふさわしい人間にならなければならない。そうでなければ彼らは偽善者であり、もしタイプ3が自分自身に関して偽りの主張をしすぎれば、おそらく正体が露見し自分の失墜を招くことになる。自分の真実と自分の真実の価値をどの程度体現しているかという、その限りにおいてタイプ3は真に称賛される。そうでなければ屈辱と拒絶を招くだけであると指摘されています。僕の周りのタイプ3の人、はい、もうこうセミナーコースとかやってたりとかして、はい、セミナーをこうバーッと人集めてやるんですよね、はい、でやった時にこう誰かがこうなんか質問するじゃないですか、はい、質問ある人みたいな感じで質問した時に、こう来た時にはあいい質問ですねみたいな、すごくこうその人にその人のこう、まあ、いいことを言うんですよね、はい、でその上でこう自分がでもこれはこうなんですよみたいな、こうセミナー講師的な答えを出すんですけど、はい、その後こうなんか飲みに行ったりするじゃないですか、懇親会とか、はい、こう仲間内だけで、はい、そうするとなんだあの質問はみたいなめっちゃディスってたりするんですよねっていうのをこう仲間内だけで見てるとその本心が分かるじゃないですか、はい、あんな表ではこんないいこと言ってるのに裏ではこんなこと言ってるんだなみたいな、でこう露呈してしまうみたいな。なるほど、やっぱりでもそういう人間性、うん、人間性、人間性っていうのは、うん、見抜く人は多分見抜くでしょう、ね、そうそうそう、だからこうその部分を見てないとしても、うん、ちゃんとこう付き合い出すとその辺を見えてくる部分じゃないですか、はい、自分に対してはそんなに悪いこと言ってないけど、はい、その場面を見たら違う場面で自分のことをそうやって言ってんじゃないかなとか、ああなりますよね、なるじゃないですか、はい、っていうのがこうだん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 こう付き合えば付き合うほど分かってくるみたいな、そうするとうさんくさいよねっていうのっていうのはまあ、うん、もちろん、うん、まあ見ても見なくても、うんうん、匂いは、匂いはタイプ6的には、うんうん、あの敏感、そう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 、いろんなリスクがこう見えてしまうみたいな、あの不安信号からするといいことを言われたら本当にそう思って騙されないぞってっていうのがあったりする、はい、うん、っていう、はい、聞いて痛いと思った人、そうですね、はタイプ3、タイプ3、マウンティングする人タイプ3な感じじゃないですか、今総合すると。そうですね、自分はできるんだぞ、はい、みんなよりできるんだぞってアピールをどんどんしていく、はい、あの最近放送室、うん、松本人志さんの、はいはいはい、ずっとまた聞いてるんですけども、うん、宮迫さん、宮迫さん、まあ、まっちゃんが言うんですね、うん、自慢話がきついと。あ、まっちゃんの、まっちゃんが要は宮迫さんに対して、うん、まあ自慢話ばっかりだと。あ、はいはいはい、っていうと、まあ宮迫さんタイプ3なのかなって今聞きながら、うんうんうん、多分そういう、多分自慢話とかしないじゃないですか。僕ですか、うん、しない。こうなんかこれ言うと自慢話に聞こえるんじゃないかって逆に気にしたりするじゃないですか。する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 はい。っていうなんかなかなかこうしないのをこう惜しげなくしてくるのがタイプ3ですよ、はいはい、ちょっとすいません、なんかタイプ3だと長くなっちゃいます、ね、長くなっちゃう本当ですね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。